リズチ頑張ります、絶対1位取ります、頑張ってください。はい、じゃあお疲れ。さあリザート3キルしている、いいポイント。さあしかもフロッパーよ、ミニポロク、ミシックトンプソンと金ポンプ、めちゃくちゃ強いねこいつの武器。あるのでジャンパッドで移動できる手段もあるか。さあ下からファイヤーが、 HP がない状態でスタコラさっさしてきたところをリザートに抜かれてしまった。さあサルジーファイヤーチーム死んでしまったでしょう。さあ残っているのはリザートチームだけか、マーフィンチームがどこにいるかわからない。リザートしっかりと対空されにくいグライダー持ってきてますね、いいですね。シードの大前線にいるこの2人、ルリ君がアンチを広げている中、リザートアセルトライフルでキルを稼ぎたい。さあしっかりと自分の仕事ができているが、目の前からゴリゴリに飛んできた。さあどこから来たかわからないが結構削られてしまった。さあそこは早くルリ君の方に、そうですね、合流して回復していきたい。残り20人14チーム。さあ目の前の敵、いいエームでダメージ与えていったが殺しきるところまでいかなかった。さあなぜかワンボックスの中に入ってきているが、ここはしっかりリザート屋根をエディットしてファックスボックスをやっていく。しかしこれはさすがに耐えきれないか。さあデルタのユーランが上から降りてきた。ほんまや、ちょっと待って、こいつ生き残ってるぞ。おい、さあワイルドホーク一人でここまでやってきました。さあしかも HP めっちゃあるし、フロッパーもまだある、スラップフィッシュも2匹。さあここまでポイント稼いで1試合目、さあ9ポイント稼いでいる、えぐくね。残り6人。さあワイルドホーク、これバレずに、さあここは下に猛プッシュ、生き残ってるやつをワンキル。さあしっかりと倒して、ここはゆっくりアンチガイムーブ、隠しを入れてダメージ、さあ回復していく。さあスラップフィッシュがまだあと1個あるので、さあアンチガイからゆっくりと行く。さあ一瞬ラグってしまったが、ワイルドホークまだ生きている。さあ残り1対1対1、うわー、しかし2対1、ここはしんどいが、ワイルドホーク1人で2位まで駆け上がった。1試合目ワイルドホーク11ポイント、レタスさんとハムプチームが14ポイント、多分1位でしょう。あ、はい、こんな感じです。1位レタス、ハムピ、フード、WGS のチームで、うわーすげえ、すごいな、 TS たち4位来てるわ。もうここたった3点差だからな。いやー、ようやったワイルドホーク。で、ワイルドホークたちも、さあ初動ですか。さあこれはすごい、やはりね、あのパッドを極めていくとね、こういうあの折り方がね、あのできるらしいです。すごいですね、あの右腕の腕力がすごいですね、多分ゴリラの2万倍ありますね、これはね。まあできないですよ、人間にはこんな傘の持ち方でふわふわ。さあいった、さあいいよ、タクシャ拾ったよ。さあ TS アサルトライフルの弾残り100発しかないので、ここはまあちょっと弾がね枯渇しちゃいそうが気がするわ。さあ目の前に WR のチームとマーフィンがその上にいたね。さあアンチの中にははい出ているから、アサルトライフルでできるだけ削って生きて、これか、これでしたわ。さあこれはワイルドホークが横から出て、さあどうにか助けていきたいが、ここは TS 死んでしまう。なるほど、これだったのか、みんなが見たビジョンはこれだったのか。さあまたしてもワイルドホーク1人だけになっていってしまった。さあ周り見ながら、さあここはでも使わないね、川か、うわー、しんどいなー。しかしヘビ砂で抜き返しているぞルリ君。さあうわ、マウフィンをヘビ砂で抜いているルリ君が、これはマウフィン起こせなさそうだね。さあボブ君も逃げて、うわ強っ、しかし後ろに敵がいるぞ。さあマウフィン、あでもマウフィン蘇生してるよボブ君、蘇生してるけど間に合うかどうかって言われたらって感じじゃない。さあマウフィンカッキルが入ってしまうなったが、資材は取れなかった。さあこれはフロッパーがないのでリザート敵が置いたジャンパッドを使っていきたいが、いや資材がね、さあ残り資材なくなってここは下に落ちてしまう。さあ後ろから来る、うますぎるだろリアム君を、覇気だろもう、剣道職。さあ目の前でごたついてる人も倒していきたい。さあここで1キルをまた入れていく、はぁ、さあ角キル入れて、さあ建築物拾っていく。さあ目の前に敵がいるぞ、クララさんを
突2発あっていた。ここは殺しきれない。さあリザート HP なくなって死んでしまうか。さあ死に物狂いで2キルしたのは美味しいでしょう。さあ18ポイント、さあ11ポイントも入って、ここは目の前デルタユーランがさあグダっているのを瑠璃君倒して、まさかのハイグラ、こんにちは。さあグラップラーで一番上を取っていた瑠璃、うますぎる。さあしかもグラップラーがあるので移動は大丈夫。さあこのまま下で誰かが死んでいくのを待つだけ。アサルトライフルで奪っていきたい。マウフィンの位置がか違う、マウフィンじゃない、ごめん間違えた、ルリックの位置が神すぎる。人たちがさあアンチから、さあペガサスまだ生きてるね。さあペガサスも頑張って生きて、さあキルを稼いでいる、うまい。さあペガサスがラグナを倒して、さあペガサス下でもう1キル。はっちょっと待って、ペガサス強くない。しかしハイグラにいるのはルリ君。さあ資材も残り1枚。さあペガクレン、さあルリ君の三つどもえさんになった。さあ1を取るのは誰だ。さあルリ君ここで資材がなくなったため、さあ敵の屋根の上に降りるが、ここはいい。さあ立ち回りの神と言われたルリ君、さあここはカウンターを狙っているが、さあ戦いに来ない。さあ一体誰が最初に死ぬか。ここは落とされて、さあ挟まれたところをやられてしまった。さあ、あとはクレンバーサスペガサス、ペガサスが最後の最後ミシックスカーで1位を取っていった。2試合目1位だったらペガサス、ビクラおめでとうございます。17ポイント。はい、現在の順位1位リズルリペア、2位リドルシングラルペガサスペア、すげー。でクレンさんも3位まで来てる。やべー、これはシュンシャンペガサスあんぞ。 TS たちも13位に来てるね。目の前にファックスボックス、ここで一瞬バグってしまって、さあヘイトを向けて、さあボブ君がアサルトライフルでやっていくが、後ろからなんかよくわからないダメージを受けて残り HP 87。さあここは貫通してダメージ入れれればってとこだけど、あー攻めきれない。さあ回復アイテムがなくなってしまった。さあマーフィーも回復アイテムなくなってしまった。これはどうにか強気でどっちか倒していきたい。さあここはゴリゴリいく。さあ腰打ちエイムでマウフィン倒せず、しかしボブがあと1人残っている。さあ張り替えて目の前の敵倒して、ハモキさん倒して、さあ真横にまだ敵がいると。クロッパーゲットして、マウフィンは蘇生は無理。いやいや無理かな、これは無理だね。さあボブ君、これはマウフィン置いて、さあ1人で後半戦に突入。ヒガンで撃たれてるのはしんどい。真横にも敵がいたので1段下げる。さあ残り資材は10枚になった。回復もないのでどこかでワンキル入れていきたい。ロケットランチャーがあるので適当に撃ってみるも、さあ敵はいない。えぐいね、ハイグラから、うわー目の前、これはハプがね、どれくらい取れるか。さあしっかりと優先順位決めて、資材ミニポト、さあ絶対に取らなくちゃいけないものから取っていった。さあリザート交換、残り HP1 位になってしまっている。さあしかし順位ポイントは入ったぞ、リザート、これは美味しい。さあ真横にワイルドホーク、ワイルドホークの画面に戻るか。さあワイルドホークはしっかりと1人で生き残っている。しかも HP がマックスになっている。これはどっかで殺したなこいつ。さあチームポイントは、さあ17ポイントになって、まだ1人で生きているワイルドホーク、うますぎる。さあたった1人で TS を失いながらもここまでやってきた。いいのか。さあアンチガイムーブやってる、やるぞこれ、アンチガイムーブやるぞこれ多分。さあクロッパーを食べて、目の前に資材もある。この資材もさあ美味しく自分がもらっているが、うわえ、さあこれアンチガイムーブしてるの。さあクエルさんがさあ許さなかった、これは倒していく。さあ残り2対1、ここはリムルが迎撃に出る。さあ見つけたぞ、タクション2発、完璧なエイムで倒していって、 WR のリムルとライル・オブ・ ASF さん勝っていく。おめでとうございます、28ポイント。これはワンチャン1位じゃないこの人たち。1目終わったランキングこちらです。1位、やっぱり1位になりましたリムル。あでも同点1位だ、同点1位だね。でそうね、リズくんたちと1位でお互い28ポイントでワンツーフィニッシュ。リムルとリズくんチームいいね。で2位が、うわ、ま、こいつマジ強いよな、ピーターパンとファックスフォックスが26ポイントまで上げていって3位にやっている。これ見てて、みんなちょっとこれみんな見てて、アリスナ、これアリスナ、おい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 。さあタクション拾って、これはスイルムを、武器がない状態のスイルムをワンキルからのアリスが
アサルトライフル持っているが勝てるわけもなく、ここは二人沈められていく。これマジでスイルムとアリスさん、これ変えた方がいいんじゃないのって思っちゃうよね。したいのはあるんだろうな、めちゃくちゃ。さあ目の前のアイムスパローにアサルトライフル、いいエイムしてるね。さあ建築勝負がある。さあ建築うまいよこの子。さあバコナンバーワンが目の前にいる状況はアサルトライフルで、さあ味方のアサルトライフルもしっかりと近くまで詰めてきている。さあタクション持ってるんでまだ戦える。さあ一発あって、ここも一発あって、さあちょっとラグが起きたが、さあサブマシンガンご了承、しっかりと対処。さあお外にポイして、さあ隠し入れる。さあここは2人で詰めてワンパーティー潰していく。味方が死んだがシュートは生きている。さあリテールローを制したのはシュートチーム、蘇生しに来てるね。さあしかし1位のリムルダウが横にいるぞ。これは音聞かれて、へ、なんか持ってない、バレないこれ。いや今起こしきってもよかった説あるぞ。これ後ろいるよ、やばい。さあ75から2発目150、もうこれだけで150。さあ優勢、ここはゴリゴリって回復する前に倒していきたい。入り込んで1キル、優勝候補1人持っていきたかったが、これは倒しきれてない。これはさすがに、さあ戦うことは腹くくったか、マフィン。さあ目の前逃がさない。さあ1人になったところをマフィン、さあハイハイアンドハイハイキュー、さあめちゃくちゃ頭脳派プレイで、さあ2対1の状況に持ってきた。さあしかしマフィンここ当てられていくが、さあ1キル取っていく。もしかして、えボブが対空で落とした。さあ上登って、これでそう安置外になるんだよ。安置外になって一人逃げるだろ。嘘だろ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 、ああやーべえかっこよと落とすんじゃなかろうかと。さあハムピさんたちがいるところ横から見えて、さあレタスさんワンキル、これは美味しい。さあレタスさんはまだダウン状態。うわ、さあヘッドショットでかっきり入れる。当てすぎ当てすぎ、アサルトライフルの HP がどんどん削られてしまった。ハムショットは来るか。さあハルキオさんにヘイトを向けた。うわ、ここ最後の一発持っていく、おいしすぎる。さあ1キル入って31ポイント、ゆっくりゆっくり。さあ楽そうです。さあロケットランチャー打ってハイグラウンド的にショットガン一発。さあハイグラ論争が始まった。一発しっかりと背中を。さあ500円みんな頑張れ、500円取って。さあロケットランチャーで一発ぶち込んで残り1人。さあゴリゴリにいって勝っていったらネクサスヒロチーム、おめでとうございます。42ポイント、ちょっと待って、この人たち1位じゃね。さあいきますよ、はいドン。1位ネクサスヒロ、シグマルイサナオメガかこれ分かんないけど、42ポイントで2位と5点差をつけて1位。そしてリムルたちが37位で、リザートと、ルリ君が37ポイントで3位。そしてピーターパファクスボックスが29ポイントで4位。 T スタッツもしっかり食らいついてるね、はい。さあワイルドホークと PS 資材は多いね、どっちもしっかり稼いでるね。さあしかし後ろから山の上からかな、撃たれて、さあキル入れられている。さあ残った TS、 これはワイルドホーク生き返らしたいところだが、さあどの敵にやられたんだこれは。さあショットガン一発当てられて、さあ上に上がりながらプラピオプラピオ3つ。さあワイルドホークはもう死んでしまいそうな HP だが、さあ TS 上にギリギリまで上げているが、ここは2対1。さあ WGS のジャグをさあ倒してかっきり入れていきたい。さあ目の前にクーがいる。ここは武器の持ち方がやば、マジで本当に強えんだって TS マジで。はい、みんなが500円こちらです。さあ目の前にナイトルが HP ない状態で、さあやったが、さあリムルにリザートが引かれて落とされてしまった。さあこれは一旦アンチ外に出ていったが、さあ目の前にレタスさんしかしダメージを与えたのでカッキル入ってギリギリ生き残ったが、 HP フロップあるが、おっおっ、えっ、うおすげえ、えさあギリギリなんかカッキルが入って、さあジャンパッド使って次のアンチに、嘘だろ、ハイグラを取っていく。はあ、さあ信じられません、信じられない光景を私今目の当たりにしております。
さあボブくんが目の前走ってきたが、ここは無理だったね。さあショットガン打って、さあ横いるぞ。さあワンボックス入ってきたところ、ゴリゴリに打たれて、上ではフレーダーさんとゴッドラビットが上に君臨している。さあリベルタのディーバさん、さあ上2対1のこの状況、さあこれはさすがに2対1、ゴッドラビットたち2対1さすがに人数不利、勝っていったのはゴッドラビット42ポイント。で、なんか赤いのついてる、赤いのついてる、お願い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 、本当にお願いお願いお願い、俺の寿命1年取っていいから頼む、見せて見せて、お願い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 、いやでもこっから見れねえんだよマジクソ、頼む見せてくれ、お願いお願い見せてくれ、お願い本当に頼む、何でもするから、もう見れねえんだよなマジで、見せてくれ。復帰された。なるほどね、これもう最後見れないのクソじゃねえマジで。ねえ今なんかリプレイバグってるらしいね。わ出ました、出た、あげた、リザート、ジジェジジェ、やったー、しかもまあまあ10ポイント差とかいう圧倒的やん。いや、うーん、いやーよかった、勝ってよかった、いやー強かったね、おめでとうリズチェ、ありがとう。終盤見たかったよ俺は、リザートの画面が。いやそんなミスもなかったから、まあよかったよかった、よかった。もうこれ確定終わったよね、多分確定だとは思う、うん、なんか54、うん多分確定だと思う。だって生きてる人が6位の29ポイントの人だから、まあ超えられないっしょこれは。リザート1位取ったね。だってこの前の週、うん、だってあれだ、出れてなかったよね確か。この前の週は出れなかったね。だよね。で今週出て1位、いいね、やった、素晴らしい、やってくれると信じてよ俺は。リザートみんなお疲れ様です。お、マフィアオッズ、僕ら4試合全部こけて、4試合で1ポイントだったんですよ、はい、見てました。6試合で36までいきました。え、マジそんな上げた？36？え、5位？ 6 位？お疲れ様です。お疲れ様です。え、6位ぐらいまで上がったってこと？じゃあちょっと待って、バカ上がりました。多分6位っす。どれだ？よかった、あ、ほんとだ、8位まで来てる。8位、すげえ上げたね、ナイス。じゃあ今回の1位はリザートたちでしたということで、それじゃあ皆さんお疲れ様でした。ここら辺で終わりにしたいと思います。せーの、またな、またな、またな、バイバイ。おっつーみんな。頑張ります。絶対1位取ります。頑張ってください。